さあ、料理企画ですね。最近ほとんどちょっと止まってたんですけどもですね、今年ちょっとフライドポテト力入れていこうかなと思っております。なのでですね、一応今年のですね目標といたしましては、ごめんなさい、申し遅れました。私、フライドポテトアンバサダーの渡辺と申します。はい、日本フライドポテト協会のアンバサダーですね。はい、シルバー会員となっておりまして、フライドポテトがすごく好きなんですけども、今年はですね、販売までちょっと行きたいなと思っておりますので、今日はですねというか、まあ、今日からはい、いろんなですねフライドポテト作っていきたいと思います。まずはですねこちらですね、ちょっとご存知ないかもしれないですけども、これがですね、はい、芋粉と言いまして、もう粉末にしております。このポテト、はい、乾燥ポテトっていうんですけど、これね、一応ね商品名がラスポテトっていう、はい、もう本当にそれこそお店で使うようなものをちょっと取り寄せてですね、ちょっといろいろ試作を作っていきたいと思っておりますので、ぜひですね販売まで、はい、この YouTube で追いかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当にできるんやろか、頑張ります。はい、まずですねこの粉をですね、100g、 本当にね、なんて言うんでしょう、そんなにね匂いはね全くしないんですけども、この粉自体はすっごいサラサラです。本当にすごい触り心地がいいぐらい、泥団子の最後の仕上げでこう表面に振りかけるぐらいサラサラです。はい、でこの中に冷たいお水 200cc を入れます。で、あとはですねこういう風に混ぜていくと、これね、最初こんなんでいけるんかなっていう感じなんですけど、これすぐにほらめちゃくちゃ固まってくるんです。ほら、こうやって、でポイントとしてはお水は冷たいお水、はい、を使ってください。そうするとすぐにこんな感じでガッチガチにこうやって固まりますんで、はい、これお店で出すとき、まあキッチンカーでよくこれ使ってるんですけども、これ自体はですねロングポテト、皆さんわかりますかね、屋台とかで売ってるこんな長いポテト、はい、それを作る用の粉の芋になってます。はい、本来ならばそのロングポテト用のやつなんですけども、まあ、今回はですねこんな感じで、まあ、いろいろ成形できるので、まあ今日はですねもう普通のシンプルなお塩の味付けだけでいきたいんですけども、であとは何か型に入れて、はい、まあ形作ったりするんですけども、今日はこういうふうに、まあ、お団子状にして、ね、一口サイズで、はい、こんな感じで食べやすい大きさで成形していきたいと思います。はい、こんな感じでね、はい、これを揚げていきます。はい、はい、ということで、ポテトボールが仕上がりました。はい、だいたい約、まあ、30個ぐらいですね。はい、まあ、こんな感じでちょっと一口サイズでやってみてはどうかなと思いまして、こういう風に成形しました。ではですね、早速これ揚げていきたいと思います。はい、油ですね。はい
で一応ですね170度ぐらいですかね。はい。で実際ね本当にあの理想はですよ、理想はこれねあの常温の油から揚げるのが一番いいんですけども、ちょっと一応ですねまあ販売するものを意識してですね、はい、今回は温度が上がった状態で揚げております。で一応この芋粉自体はですねこれ揚げ時間大体本当にねあの美味しくフライドポテト揚げようと思ったら10分15分ぐらいかかるんですけどもこれはなんと2分でできます。で一応こういう風にね、まあ、ギリギリ浸かるか浸からへんかぐらいの感じで油の量をちょっと調整しているので若干転がしながらね、うん、はい、いい音。もうちょっとね機械とかで機械というかなんか型みたいなのを買って本当にしっかり丸く、今日はちょっと手でちぎりながらコネコネしながらやったんでちょっといびつですけども、はい、綺麗なボールにしたらもうちょっと見栄えもいいかなというところですね。今のところポテト感全然ないでしょこれ、ね、一応もうこのままの状態でこれでも全然この色でも全然食べれるんですけど、もうちょっとね色つけた方がいいかなと思って今、はい、ロングポテトはね多分あるとは思うんですけども、こういうねボール型っていうのはねあんまないと思うんですよね。でまあこっからチーズをなんか入れるのかそれともかけるのか、それかなんか中に味を入れたらいいのかというところでございまして、はい、いろいろ試作を作っていこうかなと思っております。ほらもうでも言うてる間に綺麗なきつね色になってきました。いいでしょう。揚げていきたいと思います。よいしょ、はい、こんな感じですね。はい、でここまだちょっと塩気がないのでここにも塩入れて、油をこうちょっと抜きながら、若干ねあのほんまに引きで見るとあのたこ焼きにも見えるっていうようないい器がちょっとあんまりないので、はい、ちょっとああはい、ということでもうこちら、はい、ポテトボールの完成です。どうでしょう。よし、こんな感じです。で見た目は可愛らしいでしょう。はい、問題は味ですよね。一
一応味なんですけど、ちょっと食べてみますね。うん、すごい中はねいい感じでねっとりしてて、はい、このお芋感みたいなのはあるんですけども、ちょっとパンチ弱いっていう感じですね。はい、なのでちょこれが基本形となりまして、こっからですねちょっといろんな味を入れていきたいと思いますが、それはまた次回に回していきたいと思います。ということで今回はですね、この芋粉でフライドポテト作ってみました。どうすれば美味しくなるのか、美味しく仕上がるのか、そして販売までできるのか、助けてください。ノウハウが全くありません。ただただ趣味でポテトを作ってるだけになってます。今新しいの考えます。今日はおしまい。